皆さんこんばんは、ジェキーです。本日も風来の試練5プラス続きからやっていきたいと思います。というわけでね、なぜここにいるかというと、このね、おこんちゃん、こちらにいましたね。編集でね、なんかタヌキのところにいるっていうのを言ってるのに気づきまして、ちょっとお迎えに来ました。あー、ジェキーさん、コッパさん、私も一緒に参りましょうか。というわけで、ここで多分仲間にしていかないとついてこないっていう感じなのかな。オッケー、おこんが仲間になった。わかりました、このおこん、力の限り頑張りさせていただきますわ。爪を研ぎ、髭を洗って、戦の準備をしてから向かいますので、お二人は先にいらっしゃってください。先に行くんだね。でね、あとね、このね、亀もついでに覗きに来たんですが、ちょっと微妙だったので、このまんま寝かせておきましょうかね。うん、罠や床の道具を壊せるがたまに壊れるっていうのは多分ツルハシの効果だよね。まあそんな感じで、ちょっと微妙だったので、このまんま先行きましょうかね。はい、では今回もね、この先からスタートしていくんですが、そうだ、ちょっとまだ荷物の整理してなかったわ。荷物の整理して、運命の、なんだっけ、運命のこの道運命の道だっけ、そこをちょっと突破したあたり、塔の、麓のあたりでね、また始めたいと思いますので、それまで、少々お待ちください。あ、入り口まで戻ってまいりました。これどうなんだろう、未来の塔に入ればいいのかな、どこでもいいのかな、塔の難易度的なのはどうなんだろう。とりあえずタオは雇って、 OK、 あ、お金ギリギリだったな1528しかなかった。おう、オッケー。とりあえず未来の塔でいいのかな。おう、未来の塔入っちゃおう。よし、これでまた上まで登っていけば、あの、何、仙人たちがいた場所、あそこにたどり着けんのかね。で、ジロ吉はいないんだね。ジロ吉はなんだ、上で待ってんのかな。あ、ショップいいね。ちょっとね、売りたいもんいっぱいあったんでね、もうここら辺全部いらないでしょ、置いてっちゃおう。すごい拾えたんだよね、いろんな武器を。ちょっと待って、ここに置いたら邪魔になるな。見切りの盾はなんかね、今後ちょっと強くなりそうな気がするからね。あ、間違えた。ね、取っておきたいんだけど、三日月といらない。いい。ちょっと待って。あとは、鬼狼もいらない。鉄の盾もいらない。オッケー。そんなもんかな。すごいすっきりしたな。いやー、嬉しい。こんだけすっきりすると嬉しいね。鬼狼が売ってる。金縛り。サーペンティン。なんだろう。痛み分け。腹持ちの盾。なんだこれ。装備するとお腹が減りにくくなる。まさに腹持ちがいい。腹持ちいい。腹持ちいい。腹持ちいい。壊れた。壊れてるかな。ちょっと買うのやめとこう。ああ、そんなだね。そんないいもんじゃなかったな。オッケー。あ、ちょっと待って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 。お前、ちょっとさ、売るときは声かけてくんのに、買うときはなんかそのまんま素通りさせようとすんの。なんなんこいつ。ちゃんと止めてよ。よし、オッケー。で、わ、
なんか左下、スーパーのやつがいるな。うわー、いるね。戻ってくんじゃん。こいつでも、私が戦おう。いた、いた。なんでもないな。全然余裕だった。あいついけるかな？あ、ダメだった。そうそう、耐えてはくんないね。お、ここに、階段がある。オッケー。いやー、なんか防御力強いからさ、今の盾。全然食らわないね、敵の攻撃。なんかでも、防御するたびにお金の音がすんのが、ちょっとなんか不安になっちゃうんだけど。お金減ってんじゃねえかっていう。多分減ってはいないよね。よし、保存の壺。いいね、4つスペースがあるやつ。嬉しいな。で、とりあえず全体的に見てはいきたいよね。まあ、なんかでもここら辺は私の方でやっちゃっていいのかなというか。そうだね。このステージ自体は未来の塔はもうクリアしてるしね。私が勝手にやっちゃっててもいいのかもしんない。運命の小道と一緒で。というわけで、次回っていうか、このまま、あいつ、千人のところまで、突っ走っちゃおうかな。よし、じゃあ、後ほど千人の場所でお会いしましょう。では、スキップ。はい。戻ってきました。すげえ時間かかった、ここまで。いやー、ちょっと次回からカットは厳しいかもな、これ。すげえかかった、マジで。一回もとりあえず死なずには来れたんですが、まあまあね、大変だったので、ちょっと考えちゃうな。で、道中ね、トカゲの盾とか、なんかいろいろ拾いましたけど、ちょっとね、今んとこ、この強そうっていうね、私が作った、この盾にはね、及ばなかったので、とりあえず置いておくかな、ここに。よし。いやー、でもなんか、ここに置いてってもあんま意味ない気がすんだよな。戻ってこないしな、ここ。置いてかないでいいかな。うん。で、保存の壺の量がえらいことになりましたね。土がちょっと入ってるけど。で、そうだ。今回ね、やっとね、戦闘、柔らかな戦闘だっけ？あれを鍛冶屋に渡せるっていうね、これがちょっと楽しみだったんだよね。ここにあるね。これを取り出す。オッケー。で、お、来たね。おう、頼んだ通り、ちゃんと柔らかな戦闘を見つけてきてくれたようじゃな。そいつをもらえるかの？ん？やろう、老人よ。ん？柔らかな戦闘をもらえるかの？こいつ、しらじらしいな。要求しただろ、お前が。どうぞ。おう、ありがたい。助かった。これで仕事ができるぞ。あ、仕事には柔らかな戦闘は関係ないぞ。こいつ、張り倒すぞ。これを集めるのはわしの趣味じゃ。うひょひょ。刀なんぞ、我がマジックハンドで、神秘の仙人パワーによって鍛えてやるでな。道具などいらんのじゃ。ひゃひゃひゃ。さっさとやれよ。持ってきてやったんだから。うおう、なんじゃ？お前さんか。今日は何の用じゃ？ひゃひゃ。え？印を一つ消す？鍛える？鍛えようじゃん。装備品を鍛えるには1000。おお、まあまあまあ1000なら、いいんじゃない？これさ、ちなみに強そうなんだけど、これね、プラスがつかないような気がすんだけど、気のせいかな。ちょっとやってみようか。はい。どうだ？
それじゃあ行くぞ、マジックパワーマジで自分の力だけで、魔法の力だけでやったな、こいつ。うひゃ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 、できたぞい、ほれ。あ、プラスついたわ。マジか。一日に一回行くぞ。なんだその起きて。破ってこうぜ、そんな起きて。くだらない。あ、防御が1上がってるね。1か。まあ、でもしょうがないか。そんで何がしたいかっていうと、天の恵み。これを、取り出して、覗く、取り出す。あ、取り出せない。じゃあ使っちゃおう。あ、使えない。あれ？読むと選択した武器を強化する。使いたいんだけどな。不可死棒を強くしようかなと思ったんだけど。なんで使えないんですか？あー、使えないな。不可死棒を強くしたかったな。ってことは、天の恵みの巻物、これはね、ちょっと失いたくないので、ここ置いてこっかな。次挑戦するときに来たらこれを拾って強化するっていうのでいいかな。多分ね、今回だけでクリアできるってことはないと思うので拾っちゃったよ。置く。あれ、ちょっと待って、読むが今できたな。読むできる。あれ、できる場所とできない場所があるのか。なんだそれ。歌詞を。オッケー。強化された。プラス2になった。よし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 。ちょっとね、不可死棒、効果は強いんだけど、いかんせん攻撃力が弱かったので、あ、いいね、プラス3になった。まあまあまあ、これで使えなくはなくなったかな。OK。で、ただ、前回ね、ちょっとレベルが高かったんだよね。ここに来るまでに、なんかね、やばい経験値の稼ぎ方をしたので。あれが今回はなかったので、ちょっとね、不安なんですよね。いけるかどうか。なんか買っていけるもんっていうのもあんまないね。脱出の巻物買っとこっか。これ前回めちゃくちゃ助かったからな、これのおかげで。で、合成の壺も欲しいっちゃ欲しいな。合成したいよね。この爆発なばりの中盾、これプラス2になってるんだよね、多分。これを強そうに食わせたりしても結構面白いことになりそうだし、あとなんだろうね。あー、でもな、なるほど。いやー、もうどうしようもないな。何もすることはない。行こうか。ちょっと持ち物がパンパンなのが気になるけど、特になんもない。いや、なんか、やっぱ置いてくか、盾。いや、できればさ、実家に置いておきたいんだよね。実家っていうか、ふもとの村？こっちじゃないんだよな。じゃあ、ちょっと行きましょうかね。前回、夜になって、速攻に家帰った、フォーチュンタワー。秘境。挑戦していきましょう。わ、なんかすげえ隣にいる。マジでこの状況から始まんの？やめてくれよ。
あーでも特にだな、吹き飛ばしでどっちか吹き飛ばせるけど、戦うか。よいしょ。あ、ちなみになんですが、あのおこんちゃん、あの子ね、あの道中で死にました。ちょっとね、力尽きてしまったのでここにはたどり着けませんでしたね。硬い戦闘ここら辺使ってこっかな。食べよう。 OK、 よし。で、どうしましょう。ここら辺になんか使わないやつ入れとこっかな。脱出の巻物とか入れといていいかもね。どうせ使うときは自分で選ぶから。拾う。すげえ近寄ってくる。怖っ。あ、やべ、外した。痛い。オッケー。ちょっと待って。すごい来んな、こいつら。強いんだよな、マジで。地味に。そいつは？やだね、ついてくんの。ちょっとどうにかできない？いた。ドッグ。ああ、力が10分の9か。どうしよう。力を回復するには、特に、ないね。毒消しとか、パワーアップ層。ここら辺使っていってもいい気がするな。目薬層は使ってもいいかもな。ちょっと、罠の位置だけ見て、で、パワーアップ層も使っちゃおうかな。いや、でもこの先も長いしな。とりあえず持っとこう。で、今なんか気づいたんだけど、何これ。雑草はいらないよな。うん。これはいらない。投げよう。OK。とりあえずこっちは何もない。これなんだ？回転盤の罠。混乱状態。そう。なんだよ。なんかいいやつかと思ったじゃん。違う。何？あそこの位置踏まないといけない場所じゃん。うわ、ひどいな、今。よし。とりあえず右側見て。何もなければ、左側。行った。やばい。めっちゃ食らってる。混乱の札。あ、もうここ、あれか。次の階に行く場所か。行っちゃってもいいかな。行こう。先を目指そう。なんかもう、今回に限っては、マップを埋めるっていうのはあんましなくてもいいかもな。ちょっと待って。近づいてきてほしい。オッケー。ナイス。いろんなアイテム拾いたいんだけどね。あ、ちょっと待って。これは必要なので、覗くの松明を交換。オッケー。よし。これは吹き飛ばしの杖。吹き飛ばしの杖いっぱい持ってんだよな、もう。ああ、じゃあちょっと回数減ってるやつを交換。オッケー。あ、でもここ、下、あれだな、次のワップだな、もう。行っちゃってもいいかもな。ちょっと待って、今セットしてんのが、石か。オッケー。よいしょ。痛い。オッケー。行っちゃおう。3階。前回やられた階層かな。あ、来た、ジロ吉。おう、ようやく来たか。さあ、ガンガン行くぞ。ビシバシ行くぞ。お前、それしか言わねえな、マジで。で、今回はそっか。
前回死んだわけじゃないから、あれを持ってるわけじゃないんだね。私が持ってた装備。ここでまたもらって重複したらめっちゃ嬉しかったんだけど、そうはいかないね。とりあえず硬い戦闘食べよう。オッケー、防御上げて、音切り層いいね。で、これが一時しのぎ。こいつ。オッケー。ナイス。で、この下は何もなし。うわ、すげえ来る。痛い。オッケー。ナイス。で、この上はなんかジロキチ暴れてんな。場所替えの杖か。場所替えは特にだな。うわ、最悪。睡眠状態になって覚醒直前状態が終わっちゃったよ。あ、こっち来ないのか、あいつ。挟まれる。いて。ちょっと待って、あいつ、どうにかしてな。目の前はちょろちょろと。よいしょ。オッケー。いいね。さあ、そいつもやっちゃって。オッケー。これ何？パワーアップ装。あー、使っちゃってもいいな。パワーアップ装あったね。これを飲んじゃって、いただきます。あ、違う。そっか、足元を、交換で、ちょっと待って。一回これ置いて、で、空いてる場所に入れちゃおう。ここでいいや。音切り層と、パワーアップ装、オッケー。で、これを拾う。よし。自しのぎ。で、あとは、うわ、ちょっと。すーげー寝る。罠マジで。やばいな、命取りだな。罠で、その、やばい状況に陥る可能性あるね。わっ、デロデロの罠。大したことはなかった。大したことはなくはないだろう。デロデロになるんでしょ。影縫いの札。別にいらないかな。まあでも、しまえるものをしまってっていうのはありか。場所替えとか使わないしな。吹き飛ばしも一個ずつだしな。入れとこう。で、影縫い。こいつにはちょっと待って。どうしよう。一時しのぎ、これセットしといていいかもな。オッケー、オッケーかな。よし。そしたら使って、オッケー。一時しのぎは確か次のステージの階段の前に飛ぶんだね。邪魔だね。すげえ邪魔だね。いて。オッケー。よし。もう次行こう。オッケー。お、なんだ？扉。運命の扉か。ふっ、しかし、甘く見ないでもらいたいな。オイラもかつては、運命を変えるイタチと呼ばれた、カタリイタチだ。リーバだろうが何だろうが、相手にとって不足はないぞ。お？さあ、ジェイキー、ジロキチ。お前がなんかするんじゃないんか。なんか鍵穴とかちょこちょこやんのかと思ったじゃん。よし、行こう、ジェイキー。
ジロ吉、おゆうさんの運命を変えに、運命神リーバーに会いに。おお。フォーチュンタワー4階。あ、なんかまた変わりましたね、雰囲気が。で、なんかマップの赤い点見る限り、ちょっと広めなのかな。あ、スチームロイドは罠作り。スチームロイド、余計なことしてんな。あ、なに、タグの巻物なんてあんの？いいじゃん。ちょっと拾いたいな、それは。ここに入れる 2.0 を入れといて、で、足元の拾う。オッケー。で、そしたら、どうしよっかな。強そうが戻ってくると嬉しいか。いや、何が戻ってくると嬉しい。なんだろうね。強そうかな、やっぱでも。でもさ、この盾さ、そうだ、熟練度みたいなやつ。あの、緑色の、不可視の棒は、ちょっと緑色のゲージ溜まってってると思うんだけど、あれがないんだよね、多分。びっくりマークになっちゃってるから。それだけ、ちょっと、どうなんだろうっていうね。今後強くなる要素を残してない感じがするんだよな。そこだけ、って感じなんだけど。まあでも現状最強だからね、これ。これかな、やっぱでも。タグをつけるとしたら。なんだ？行動速度が速くなった。いいのつけてくれんじゃん。で、なんか罠が見えるな。お、追い詰めた。来た。やってしまおう。もう一発。ああ、ちょっと。ちょっと逃げられる。オッケーオッケーオッケー。ナイス。ああ、で、ちょっとあれだな。時間がいい時間だな。これ。そろそろ終わろうかな、ここら辺で。ちょっと待って。なんか、赤いやつなんだあれ。なんか気持ち悪いな。あれ近づかないでおこう。よし。倒してこう。お、行動速度が速くなった。こいつなんかすごい、いいことしてくれんな。こっちにとって、あ、動き出した。こいつ大丈夫ですか。あ、大丈夫だね。あ、おにぎり、握り変化っていう名前だったのか。おにぎりになった、あいつ死んで。そんなことあんの。ちょっと待って、なんかしてくんな。すげえしてくんな、いろいろ、ここのモンスターたち。よいしょ。ちょっとポイント踏ましてもらって、で、ここはショップか。オッケー、いいね。あ、なんか飛んでった。天使にも当たってるよ。とりあえずは、でもあんまりいらないもんっていうのはないけど、おにぎり食べとこう。で、影縫いがいらないかな。しのぎもいらないかな。これも置いとこう。まあ、そんなもんかな。うん。場所替えもいらないか。オッケー。よし。こんなもんでしょう。これを忘れないうちに、売っちゃいましょう。オッケー。で、何が売ってる？目配り以降の壺。何？隕石の刃？ちょっと待って。ある日空から隕石が飛んできてんのを砕け散ったんじゃ、その破片を一人の投稿士が持ち帰ってのを加工して武器にしたんじゃ。へえ。強さ、最初から12もある。強くない？祝福の巻物。なんだっけ、祝福って。効果が強力になる。へえ。
買っといてもいいかもな。錠前、見切り、気配察知、胴ためき、鉄の矢、祝福買っちゃっていいかもな。で、隕石も買っちゃおう。3300だしね。ちょっとお安めな気がする。強い割に。オッケー、買っちゃう。まあ、とりあえず今回はここで終わろうかな。はい、というわけで、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回この続きからね、やっていきたいと思います。ではおやすみなさい。